こんにちは、情報商材、バブ,イバイブルバイブルは詐欺ですかそれ著者に聞いてどうするんですか詐欺ですよって答えると思いますだから詐欺なのかどうなのかっていうのはその情報を受け取った人が決めるんですよ。ね、あの詐欺師に詐欺ですかって聞いていや詐欺じゃないよっていうふうに決まってますし詐欺師じゃない人に詐欺ですかって聞いても詐欺じゃないですよっていうふうに決まってるじゃないですか。ね 詐欺ですかって聞いて <laughs>「そうです詐欺です」って言われたら <laughs> 単なるこれはねあのー、関西漫才になっちゃいますよ単なる漫才ですようんそもそも詐欺だと思って聞くんだったらいや詐欺なんじゃないですかそれは100%信用できるものを探しに行けばいいんじゃないですかね世の中にありますかねそんなものが逆にであとはどんな情報であろうとも自分が儲かれば詐欺じゃないし 自分が損害を受けたら詐欺っていうふうに人の思考ってのはね、できてるんですよね。まあだからね、その、ビジネスが生まれたのって多分人類が生まれてすぐだと思うんですよ。それは人が困ったことを解決するっていうところに尽きるんですよね。なんか健康状態が壊れてどうしようっていうところに、まああの、健康状態を改善してくれる人がいる。 それが医師の始まりであったりね。それから、なんか、あまりにもモテないからどうしようかなと思ってたら、口説き方を教えてあげるよみたいな感じでね、その情報を得て、口説くみたいなね、そんなのがあったりとか。太りすぎちゃったんで、痩せたいんですけどって言ったら、どんな食事をとればいいのか、どのぐらいのカロリー消費なのか、どこから鍛えれば一番いいのかって教えてくれる。これも、情報がお金になるってことですよね。もう、ほんな、そんなことばっかりなんですよ。 うん、だ困った人の問題解決すればそれで仕事は完了ですからそこに値段がついてるか値段がついてないかっていうところはありますけどもじゃないですかねで問題解決をするのっていうのはほとんどの場合が情報ですから回答を教えてあげればいいんだだけなんで考え方を伝えてあげればいいだけなんでだから情報が最も人のためになり最も利益が高いということなんですよね。 じゃないですかねまあ情報・商材完全バイブルは詐欺ですよそう,いそういうことでいいんじゃないですか詐欺ですかって聞くんだったらいや読んでこれが詐欺に見えるようだったらもうビジネスのセンスはないですよ読んで詐欺だと思うんだったらねえ読んでやってみようと思うんだったらなんとかなるんじゃないですかねまあそんなこんなでおやすみなさい